はい、どうも、はい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 。やっていこうというわけでサイコブレイクやっていきたいと思います。どうも、ロシェルです。足の怪我はどうしたの？いきなり始めた。傷がなく、わお、びっくりしたわ。立て付け悪い。走れ、ここよ。やっぱちょっと塩辛弁当がやばかった。脂っこかった。すごいね、好きなんだけどね。首ゴアモードのあれがあって、解析度が合ってねえな、全然プレポと比べて。可変式なのかな、もしかしたら。そもそもが、はい、警部です。了解だ。やべえ、 DMC デビルメイクライみたいになってんじゃねえかよ。あれも世界観が感じ強いソフトですよね。ホラゲーじゃねえわ。乗ってないです、乗ってないです。乗せてください。救急車ってどれくらいスピード出るんだ。カラムーチョ解放。なぜかいつも依存ポテチョってどこに置いたっけ。あ、ないけどティッシュはあった。落ち着くんだレスリー、落ち着くんだレスリー、落ち着くんだレスリー、怖いよ。シンプルにこういうのが一番ホラーなんだよ。チップスうまレスリー。大丈夫かよ、髪真っ白だけど。相当ストレス抱え込んでんな。怪しいぞ、ここ。クレーンむっちゃ動いてるんやけど。ぜひね、おすすめのお菓子なんかあったら教えてください。やべえ、オフィスに誰もいねえっていう奇跡よ。また花粉症のせいで。ティッシュの消費がやばいんだけど、本当に花粉症ってやべえよ。かっこよすぎる、かっこよすぎんでしょう。香水が開けっぱなんだけど。ホテル、ホテルが今ヘルに見えたわ。ヘルだわ。確かに現状は地獄とかしてますね。やばいだろ。どこにも繋がらない。きっとみんな死んだんです。今ジミンさ、トンネルの壁にさ落書きあって、ちょっと無駄にリアリティあるなって思ったわ。もう少し行けば大丈夫。やっぱり少しこの人感覚がずれてますね。お邪魔してます。お、危ねえ、コーヒーこぼすとこだった。900ml ぶちまけたら大変なことになるぞ。やめろよ、やめろよ。うち、あの妹がこの間前期と後期両方落ちてへこんで、今今日細胞腫行ってるから。さすがに何が起きた。隣で何が起きた。危ない。何、やめて、成績的な意味で妹の方落ちたら、うちの家計またなんかね、ちょっとみたいな不穏な空気になるから。まあ私法律しか受けずね、受かっちゃった人なんでね、ちょっとね、妹には悪いけど落ちたのかでね、ディスりすぎてちょっと怒られたから、この間。相変わらずのゲスっぷりですね。サバイバー。意外にこのダウンはあったかい。ダウンじゃねえわ、ジャケット。俺のじゃねえけど。俺のか、これ。俺のか、俺のなのかな。俺の部屋にあったけど。なぜ自分のものがわからないんだ。スタミナ家はまるレンダで復帰が早くなる。任せろ。で、あれもう無駄にレンダだよね。
ラップは解除するよりもそのまま罠として使っちゃった方が便利なんだよね。もう私搬送されてるんですがFPS だったらこんな点滅したら死んでるんだけどかすったら死ぬやつだよ。ネズミに噛まれて死ぬレベルだよ。ネズミにやられるゲームって少ししか浮かばないよ。すいません、俺どこに反応されてますか。スキープ超 HP やばいんだけど独房やんけどう見ても独房なんですが、何や、収録変死体発見意識不明、12人の遺体バラバラしたい、怖えどんだけ治安悪いんだよ。だからここああ、四つが。おい、誰かいるか。ゴキブリやべえ。これがホラー。これがホラーなんだけど。おお、びっくりした。ゴキブリやば。お目覚めですか。はい。みんなは無事か。町は。何のお話でしょう。すみません。今ここにいるのはあなただけですよ。ゴキジェットもらいます。あれ、ゴキブリいない。やだ、こんなゴキブリのいる場所怖くて寝られない。どんだけゴキブリ気にしてるの。ここはあなたに必要な場所。はい。いつもお待ちしてます。マジっすか。まあ怪我したら。入院しているの。私にはお答えできかねます。こちらにサインを。まあこの人のメンタルがやばいかな。今後の記憶は保証で。もうその今後の記憶とかやめて一番困るから俺の実況においてセーブが長え。このゲームこれ体重あっても面白かったろうな。こちらへどうぞ。断る。こんなゴキブリのいっぱいいる場所なんかやだわ。薬の匂いか。まあ薬でしょうね、病院だからポップコーンの匂いしたらやばいでしょ。極端すぎるでしょ。大丈夫。やばいでしょやばいでしょし鉄格子になってんのにリラックスしてバカじゃねえのこの時点点滴のやつがあるって言ってアウトだろ。何のもの安心できねえ。抵抗しないで。これはあなたのためよ。よせ、やめろ。アップレード。この時点でいろいろアウトだよ。もう絶対やばいお薬だって。俺は気が狂ったのか。どうしよう。絶対やばい薬を打たれたろ。あなたを待っている。こんなのになるんだったら、ま、行きたくねえわ。外傷やばいでしょ。待って、俺だけ、ね、この車にいたら焼け死ぬんだけど。なんでこれ熱い熱い熱い。ケツが焼けてる焼けてる。こちらスネーク目的地に到達した。これよりミッションを再開する。ここはヒールだっけか。中程度の体力回復可能な。何の薬なのかは不明。やだよそれ。本当に薬。はい、ショートカット画面。いつも回復俺右なんだよな。でもコネリー、コネコネ社員。あったあったあった。銃なかったっけ、ここら辺。銃はねえか。ダッシュがまだできない。やべえ、ザ・ボスとか出てくんじゃねえのザ・ボスを超える称号、ビッグボスの称号を与えよう。違うのがヤギかな。ほら片腕でこんなのぶっ壊せるやついないから。
ボクサーとかで、いや、まあ、ボクサーはいけるか。頭蓋骨コッパみじんするパンチ持ってるからな。こちらスネーク潜入を開始する。やべえ、 MGS5 だったらここでスナイパー構えてよく見てるのに。主は MGS シリーズだから。痛い、ケツが、骨が、骨盤が。切ろう一回。もう明らかにヤバいことしてんだけど、あの人。後ろから近寄って CQC を。6発か。来ねえ。ダムーフ。誰食ってんの。こんなのいたっけ。乗ってたっけ。あのおっさんかな。ダムーフ。意外にあれだな、当たんないな、ちゃんと。来ねえ。許せとは言わん。ほう。村人に襲われたぞ。やむを得ず発砲しちゃう。それはバイオ4っていうね。いろいろ突っ込みすぎじゃない。さあさあさあ、こっちだな。あ、動くものイコール破壊できるイメージがある。ちょっとカクカクするな。まあプレイ3だからしゃあないっちゃしゃあないんだろうけど、まあ未だにうちではプレイ3は元気ですけどね。プレイ3名作多いですから。どうしよう、クロスボウメインで行こうかな。痛い怖い怖い。見えてたからさっきも、なんか飛んでるし。危ないと教えてくれたのか、レスリーだな。俺は刑事だ。手を。キモいキモいとか言わない。くそ。病院に行かないとな。病院。何なんだ。それな。困れて。あー、トラップツー。ダッシュがまだできない。弾も一発。タイマス欲しいな。来た。体力がねえからか。一回体力回復して、よし、これで走れる。燃やす。マッチは持ってないので、ちょっ、ついついバッツとか三角押しちゃうよ。いろいろなゲームをやってると間違えちゃいますよね。こいつは焼かなくていいやつだったはず。もったいないから。ねスニークで移動しよう。ここからは、いや、まだ大丈夫か。まだ大丈夫そうだな。お邪魔しまーす。こんなハイテンションな来客屋だよ。姉さん。反応しょぼ。もう俺もしょぼい方だから何も言えないけどさ。セバスチャンの手帳。ようやくゴールドバッジを手に入れた。なんで俺のがここにあんの。あう、携帯が飛ぶ。くそ、目が。大丈夫、俺日光の日が出てるし、外出るとマジ目痛いから。引っこもりしすぎでしょ。でも朝の散歩好きです。
逆戻りか。おかしくなりそうだ。大丈夫、もともとおかしい。大丈夫、あなたもおかしいから。ゴキブリチェック。オッケー。まだゴキブリを気にするか。それともどうなさいますか。ストックを引っておきたいとこもあるんだけど、ライフアップがな、結構重要なんだよな。高っ。これでライフが全開するでしょ。これだけは覚えてた。ライフの上限が上がるや、回復するのは。スタミナ少ねえ。まあ、ダッシュはあんま使わないかな。音立つし。大丈夫かよこのドア。さあさあさあ、これより大統領の娘の救出にレスリー言うつえな。ナイフは確か初期装備だもんね。まずアイテムがないことを確認して、さらーりさらーりテイクダウン。眠っておけ。あの子大丈夫？なんだっけ、スニークアイだ、スネークアイか、アイテムのあれ。うう、唐揚げ弁当くせえ。塩唐揚げの匂いでやべえよ、口になる。住人か、ここがどこか。私はもうダメだ。闇の力に触れてみるか。呼吸と似てます。かっこよすぎんでしょ、演出。この光線どっから出てきたの。整形に失敗しちゃったのかな。ほい、やばっ。どう見てもめっかってんな、これは。この野郎、この野郎。はい、全然倒せないんだよな、これ確か。はい、あ、外した。弾がない。もう一丁、おまけ。いった、いった。手こずらせよって。敵は基本的にとても硬いです。
さあ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 、あいつを仕留めて行きたいな。いやー、ちょうど火の影に隠れちゃって認識しにくいな、俺は。本当はそういう際ってイーブンになるはずなんだけどね。まあこれはいいや。やば。バカ野郎。これはもったいないから無視で。回復剤は。基本この体勢がメインかな、このゲームは。あ、いや、トゥルトゥルトゥトゥルルルトゥン、死ねえ。眠れ。こいつなんで弾持ってんの、銃持ってないのに。時間的にちょうどいいな。見ていると吸い込まれそうだ。ではこの灯台をバックに次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 また会おうぜ。じゃあ。